福岡県みやま市の小学校で、昨日1年の男子児童が給食中に喉を詰まらせ死亡しました。うずらの卵が喉に詰まり窒息したとみられています。みやま市教育委員会などによりますと、昨日午後0時半過ぎ、みやま市の小学校から児童が給食中に詰まらせて息ができないと消防に通報がありました。異変を訴えたのは1年の男子児童で、ドクターヘリで久留米市内の病院に運ばれましたが、通報からおよそ2時間後に死亡が確認されました。給食の味噌おでんに入っていた縦3センチ、横2センチほどのうずらの卵が喉に詰まったとみられています。みやま市教育委員会は当面、給食でうずらの卵を使わず、他の食材についても提供時の大きさを検討するとしています。学校では今日、全校児童の保護者に説明会を行う予定です。